こんばんは、すももです。今日はディズニーの箱が続きました。これはディズニーストアで買いました。では早速オープンします。じゃん、じゃん、ちゃんと袋に入ってました。ミッキーだよじゃん、まずはランチトートです。私今使ってるランチトートがディズニークリスマスのランチトートで、ちょっと季節外れだいぶ、クリスマスを先取りって言ってもいいんですけど、クリスマス先取りっておかしいなって思いましたので、いちごやったら一年中使えるんとちゃうかと思いました。でこちらがなんと値段安かセールになってて、いちごの今年の2021年のミニーちゃんのいちごのランチトートです。私赤が好きなので、赤が赤いやつ、赤いこの素材のものが好きで、まあこれ単体でもいけるなって思いました。このミニーちゃんの裏表の柄が可愛いなって思います。でこのファスナーになってるて、中は保冷剤とか入れてもいいタイプのランチトートになってます。私は今すごい安月給なのでお弁当です。お弁当は母が作ってくれてます。もうクズのゴミ人間でいつかお弁当も自分で作りたいと考えております。マジで可愛い。いちご、この前か食べたコトカみたいな、本当のコトカ、あのコトカですごい、いちごオブいちごのいちごを見て、これもいちごオブいちごの、しかもいちごの花もあるじゃん。いちごのグッズ、いちごの柄、いちごの赤が好きなんかな。私職場で使ってるマグカップもいちごなんで、どんだけいちご好きやねんって思われてそうです。続きましてはトゥードゥリストを買いました。警告、この袋は危険です。窒息の恐れがあります。赤ちゃんやお子様の手の届かないところに処分してください。なんかこんなちゃんと注意書きまでしてるって、ディズニーもかゆいとこまで手が届く。トゥードゥリストのワンワン物語のレディとトランプのあの某有名なシーンです。で中身はこんな感じです。ここにトゥードゥが書けます。で私仕事もですし、結構トゥードゥリスト、まあ、買い忘れとか買い物に行く時とか、こういうもんがいるっていう、やっぱチェックリストになってて、こうチェックできたら、あ、チェックか、あのドーパミンが出る気がして、っていうか出るらしいんですけど、でやっぱ買い忘れとか防止するためにも、こういったトゥードゥリストはよく使っ あるんですけど、無印のやつをコピーして使い回しててでこのトランプとレディのこの結構ワンモン物語も好きなんですけど、
このやっぱレディーとトランプのイラストがこの描かれてんのがいいなと思いました。これサイズ感も結構なんというか机に置いてても邪魔にならない感じがいいなって思いました。あ、値段を言おうさっきのランチバッグ、パック、ランチバッグは1320円で、メモ帳が550円で、もう最後なんですけど折りたたみの傘です。マリーちゃんで、私よく折りたたみの傘、前も何年、2年ほど前にミッキーの買ってこれも紹介したんですけど、私の扱い方が悪いのか壊れて、まあ、傘ってやっぱ消耗品なのかな。あ、この前クッキングパパの漫画読んでたら傘の正しい開き方みたいなの書いてあって、で普通の傘も前紹介したし日傘も紹介したんですけど、今回は折りたたみです。やっぱ普通のでかい傘はやっぱ大雨の時とかいると思うんですけど、折りたたみの傘はやっぱ小雨とか、その朝は雨降ってるけど夜は止んでるとか、あと朝は晴れてるけど帰る時に雨とかはやっぱ折りたたみの方が便利な時もあるので、折りたたみは欲しい人です。表はシンプルにマリーちゃんがいます。で表じゃない裏、こっち自分側にはマリーちゃんがすごい可愛い、見えますか？おー、表にはエッフェル塔とマリーちゃんがいてて、あー、なんか全部結構ポーズ違う。かわいい。いや、雨の日鬱になりやすいんですよ私。で鬱になるからせっかくやから傘、まあ、この前もディズニー紹介したやつもパッと見青い傘なんですけど、内側にディズミッキーフレンズがいっぱいいるっていう傘で、雨の日嫌いやったけど傘で仕事行くとすごいテンションが上がりまして、もうディズニーはやっぱすごいなって思いましたこのマリーちゃんの日傘じゃないわ、これは折りたたみ傘ですけど、まあやっぱりあれ日傘にもなるし、やっぱりこれから紫外線とかが気になってくると思うんですけど、折りたたみ傘はこうゆっくりこのしまわなきといけないなって思いますでも私は大雑把な大型です。あかん、せっかく買ったのに。このも今思ったんですけど、持ち手が赤で結構フランスの国旗のカラーですかね、この赤とこの紺色っていうのかな、で白、このフランスのおしゃれな、フランスのおしゃれをやっぱマリーちゃんはフランスのフランス猫ちゃんなのでかわいい。これで雨の日でも生きていけると思います。あ、こちらのお値段なんですけど2600円なんですが、これ2230円
で買いました。もともと2600円プラス税が2230円でした。で、私この前鬼滅の刃見に行った時にディズニーストアがあるところの映画館やったんで、帰りにディズニーストアでこのマリーちゃん欲しいと思って行ったら、その日はその日なんとなかなかそのお店がショッピングモールみたいななんですけど、その店自体が閉まってて、せっかく大阪に来たのにって思ったんですけど、まあしゃあないから映画だけ見て帰ったんですけど、後でそのディズニーストアさんで猫の日のなんかセールって言って、その週水曜日だったんですけど、煉獄さんを見た日はまだ安くなかったんですけど、その週の金曜日からこの猫の日のグッズは22% オフ、にゃんにゃんの 22% オフってことで、もし店が開いてて買ってたら 22% オフじゃなかったんやと思ったら、煉獄さんに助けられたんかなって、ちょっといや無理やりすぎるかな。でも 22% はでかいなって思って、煉獄さんは関係ないかもしれないんですけど、ちょっと安く買えてよかったです。で、あと送料も今までだったら割と6000円とかでから無料とかだったのが3000円で無料だったので、まあ店で買うより、店で買うとやっぱ配持って帰るのしんどいし、最近袋も有料、なんでさこれあの袋つけてくれてんねやろ。なんかその店に買い物よりオンラインの方が楽で、やあかんなって思います。ます。この傘をしまうときが結構私苦戦するんですよね。で、このケースにもマリーちゃんが描かれています。今回の商品は以上となります。またいいディズニーグッズがあれば紹介したいですし、皆さんも教えてください。バイバイ。